皆さんこんにちは。2023年5月2日に東京ドームで行われた読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズの試合で、ある出来事が物議を醸しています。東京ヤクルトスワローズの山田哲人選手の放ったホームランボールが思わぬ波紋を呼んでいるのです。事件が起きたのは6回表、山田哲人選手がレフトスタンドに今季3号ホームランを放った直後のことでした。ボールの落下地点付近にいた少年のもとに、ヤクルトのユニフォームを着た男性が2席横から入り込み、少年からボールを取り上げたかのように見えるシーンが中継に収められていたのです。この動画は SNS で瞬く間に拡散され、男性に対して批判が続出しました。さらにその男性のものとみられる Twitter のアカウントがホームランボールを獲得していたことを報告していたため、批判は加速していきます。真偽は不明ですが、男性の本名、生まれ年、住所などの個人情報を特定し晒し上げる事態にまで発展することになってしまったのです。 Twitter や匿名掲示板などには男性の行為への批判にとどまらず、容姿や人格、職業に対してまで誹謗中傷があふれかえる事態となりました。その後、男性のものとみられる Twitter のアカウントは削除されています。実際に男性と少年のどちらが先にボールを獲得し、両者にどのようなやり取りがあったのかは現時点で判明していません。そんな状況であるにもかかわらず、男性を誹謗中傷し個人情報まで特定する動きに対して疑問を唱える声も上がっています。そんな特定されるほど悪いことかよ。昨日の東京ドームで山田哲人選手が打ったホームランボールを子供から強奪した男性の件について、本名もそうだけど、一部では自宅や職場まで特定されているみたいだけど、明らかに異常。山田哲人のホームランボール強奪炎上ツイートの件だけど、本名特定まではやりすぎじゃないかな。山田哲人のホームランボール奪い取ったおっさん、一夜にして本名と住所晒されてるの怖すぎやろ。発端はボールを取り損ねた子供の気持ちを思いやってのことだったとしても、個人情報を特定して誹謗中傷することに正義はあるのかということに議論は移っているようです。そもそも映像を見ると確かに奪っているようにも見えますが、断言できるような状況でもなく、男性と子供、ないしは周辺にいた大人にしか状況は分かりません。男性の個人情報を晒すことにどんな正義があるのかは分かりませんが、このことによって山田哲人選手のホームランに対する喜びは無に返り、奪われた少年にとってみてもせっかくの球場観戦が台無しになってしまいかねない第三者の行動です。結局は当事者同士の問題であるわけですが、ただ奪った方も奪われた方もここまでしっかりと全国放送でバッチリと映っているとは思っていなかったのでしょう。ボールを奪ったとされる男性の個人情報は可能な限り特定され、挙句の果てには山田哲人選手に対してあまり良くない感情を抱いていることまで特定されてしまいました。そのような人物が山田哲人選手のホームランボールを奪ったというところにも何の因果か火に油を注ぐ結果となってしまっているようです。この問題は果たしてどのような決着を見るのでしょうか。さて、今回の出来事の発端となった山田哲人選手、長年日本のプロ野球を引っ張ってきた球界のスターといえば、山田哲人選手の名前を挙げる人が多いと思います。数々の記録を持ち、日本代表の常連の山田哲人選手は球界イケメンランキングにも上位に入るほどのイケメンでもあります。好みは分かれるとは思います。東京オリンピック2020での活躍も記憶に新しく、どのチームのファンとかは関係なく日本中が応援し、オリンピックにおいて最高の活躍でした。ここからはそんな山田哲人選手のことについて深掘りしていきたいと思います。真っ先に気になるのは山田哲人選手の恋愛事情だと思われます。モテモテなのは間違いありませんが、あまりそういった噂がないので山田哲人選手の情報を集めてみました。山田哲人選手ならばメジャーリーグを夢見ているのかと思いきや、今のところそういった兆候も見られません。もしかするとあらゆる歯車が噛み合っていないことでメジャーリーグに挑戦をしないのかもしれないと考えました。山田哲人選手は1992年7月16日生まれ、兵庫県の出身です。身長 180cm と長身の選手です。小学校1年生の時から運動神経抜群で体操や空手を習っていたそうです。初めて参加したサッカーでもゴールを決めるほどで、自分の運動神経にも自信があったようです。
小学校2年生の時に友達に誘われて野球の練習に参加した山田哲人選手はバットに球が当たらず難しさを感じ、もう野球はしないと途中で帰ってしまいました。しかし負けん気の強かった山田哲人選手は1週間後には宝塚リトルというリトルリーグの野球チームに参加し、悔し涙を流しながらも野球を始めました。小学校3年になる頃にはジャンピングキャッチを見せるほど上手になり、名前を轟かせ始めることになります。高校時代には名門大阪支社高校に入学し、その時に学校を訪れた OB の T 岡田選手のバッティングを見て刺激を受け、練習に一層熱が入るようになったといいます。その頃から目標がプロ野球選手になったそうです。勉強も優秀でクラスで1位を取るなど文武両道の青年でした。高校3年で念願の甲子園に出場した山田哲人選手はホームスチールやホームランを打って活躍しましたが、2試合で終わってしまいました。2010年のプロ野球ドラフト会議で東京ヤクルトスワローズとオリックスバファローズから外れ1巡目指名を受け、抽選の結果東京ヤクルトスワローズが交渉権を獲得しました。同じ年のドラフトには斎藤佑樹、大石達也、福井優也など注目の選手が名を連ねていました。2023年には31歳になる山田哲人選手ですが、プロに入るまでは野球ではそこまで注目されておらず限定的で、成績も残せていませんでした。2015年には本塁打王、盗塁王、トリプルスリーと達成しました。その後2016年、2018年にもトリプルスリーを達成しています。トリプルスリーを達成した最初の日本人ということでミスタートリプルスリーと呼ばれ、野球の世界大会では必ず選ばれてきました。野球に専念するために若くして結婚する人が多いプロ野球界では珍しく独身で、その結婚に注目が集まっています。野球界のイケメンランキングでも上位に入っており、モテモテのはずですがまだ結婚に対するハードルが高いようです。何か理由があるのでしょうか。それではこれまでの恋人の噂を調査しました。1人目は川口春奈さんです。2014年の始球式の時に山田哲人選手に投球フォームを教わりました。その結果噂になりましたが、川口春奈さんには別の人との交際が報じられており、噂止まりだったようです。2人目は熊切あさみさんです。崖っぷちアイドルとして人気の熊切あさみさんとは2016年に山田哲人選手の自宅デートがスクープされており、当時年の差カップルとして世間を騒がせました。本人たちはどちらも交際を否定していますが、お泊まりデートをスクープされているためお付き合いはしていたのではないでしょうか。当時は結婚の可能性も騒がれていましたが破局したようです。3人目は宮島奈美さんです。人気フジテレビアナウンサーの宮島奈美さんとは2019年に都内の飲食店で食事をしていたと複数のメディアが報じました。スポーツ番組のメインキャスターを務めていた宮島奈美アナウンサーとは番組で知り合ったと言われています。その後も何度も食事デートが目撃されており、お付き合いしているのではと言われていました。結局確実ではないものの、宮島奈美アナウンサーが一番信憑性が高そうです。4人目は大島優子さんです。熱愛疑惑が浮上したのは2015年のことです。2015年12月に放送された中居正広のプロ野球珍プレー好プレー大賞2015で山田哲人さんが大島優子さん推しであることを公言し話題になりました。さらに2017年のうち来るでは芸能リポーターの井上公造さんが大物スポーツ選手 Y と元国民的アイドル O のカップルが誕生すると明かしていました。しかし2人の目撃談や熱愛報道が出たわけではないので恋愛関係には発展しなかったようです。5人目は鷲見玲奈さんです。山田哲人選手と鷲見玲奈さんの熱愛疑惑が浮上したきっかけは鷲見玲奈さんのツイッターのツイートによるものでした。ただ鷲見玲奈さんも山田哲人さんとの熱愛関係を真っ向から否定されていることを見るとあくまでも噂止まりだったと言えるでしょう。6人目は越智彩香さんです。山田哲人選手と越智彩香さんに熱愛疑惑が浮上したのはとある SNS でのやり取りが流出したことがきっかけになりました。なんとこの越智彩香さんは藤岡弘さんの姪っ子で、さらに東京ヤクルトスワローズの投手原樹里さんの大学時代の元カノだったそうです。
後輩の元カノとして仲が良かっただけだと思われます。7人目は吉岡里帆さんです。山田哲人さんと吉岡里帆さんの熱愛疑惑の発端は井上公造さんの情報がきっかけでした。2017年5月のアベマテレビのゴシップジェネレーションでのことでした。しかしその後2人に熱愛報道が出ていないことからすると噂止まりだったと言えるでしょう。8人目は宇垣美里さんです。山田哲人さんと宇垣美里さんの熱愛疑惑は宇垣美里さんのテレビ番組内での匂わせ発言によるものでした。この発言によりファンの間では宇垣美里さんが山田哲人さんを狙っているとの声が続出しました。10人目は原樹里さんです。山田哲人さんのチームメイトである原樹里さんは紛れもなく男性なのですが、その名前が女性とも思われてしまうことから誤解されてしまいました。ところで山田哲人選手と飛鳥きららさんが交際している説の真相はどうなっているのでしょうか。またちょっと変わったところで言えば、巷では山田哲人さんの彼女が飛鳥きららさんなのではないかと噂になっているようです。そして2022年11月13日の夜、暴露系 YouTuber ガーシーこと東谷義和さんの TikTok での生配信で山田哲人さんについて暴露話がされていました。その話を要約すると未成年との淫行だそうです。山田哲人もね、17歳のやつと、あれ中学生か、やっとんすよ、未成年に手出し取るんすわ、とされていますが、あくまでもガーシーの証言のみで事実なのかどうなのかについては不明です。さてこれだけの選手ですから、メジャーリーグ挑戦の話や FA 権行使の話が出てもおかしくないでしょう。2020年に国内 FA 権を取得し注目が集まりましたが、自分の居場所はこのチームとコメントし、 FA 権を行使せずに7年契約を結びました。その時に同じ環境だと甘えてしまうという理由でキャプテンになることを志願し、2021年からキャプテンを務めています。メジャーリーグ挑戦をしないのは東京ヤクルトスワローズを愛しているからというただ一点の理由のみのようです。素敵な理由と言えます。いかがだったでしょうか。今回は山田哲人さんの恋愛事情やこれまでの経歴について深掘りしてきました。小学生の頃から運動神経抜群でしたが、結婚しておらず独身を満喫しています。ただ球団から30歳までは結婚するなというお達しがあるとの噂もあります。それほど期待されている選手だということがわかります。そろそろ結婚の話も出てくることでしょう。今季どのような活躍を見せるのか楽しみにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。